角田だとは、日本のフリーアナウンサー。日テレイベンツ社所属。神奈川県川崎市で生まれたが、その後親の仕事の関係からか、栃木県、群馬県、横浜市で育った。立教大学文学部卒業。大学在学中からアナウンサーを志望していたが、新卒採用では全て通らず、生命保険会社に就職。その片荒で、 今の所属事務所が展開する日テレ学院の門を叩き勉強。2008年4月、東海ラジオ放送に契約のアナウンサーとして入社した。派生会社である東海テレビ放送公式サイト上の動画コンテンツ、アナウンス控え室2009年5月4日、更新分に登場するなど、ラジオ局のアナウンサーながら在籍期間中地元では、一定の人気を集めていた。 三年契約満了により退社後は、養成時代の縁で、日縁に所属。2019年3月いっぱいで、テレビ新潟は退社したものの4月以降も、同局へ、フリーアナウンサーとして、出演を継続している。趣味は、旅行、音楽鑑賞、美味しいチョコレートを探すこと、猫と遊ぶ、睡眠。特技は、キキチョコレート。2020年10月に、 気象予報士の資格を取得した。和同期入社の山口ゆりと交代で不定期、担当していた番組、コーナー。交番時期のないものは退社まで担当していた番組。リポーターフリーアナ養成クラス。日テレ学院。2012年4月20日閲覧。東海ラジオ放送過去のアナウンサーも参照。いわゆる、初泣きは、同年7月1日の、微時間内ニュース。 2008年6月に行われた毎年恒例の東海地区アナウンサー懇親会で披露したほか、東海ラジオの自身のプロフィールページにも記載していた。角田智美、気象予報士合格。日円プロダクション。2020年11月6日閲覧。ありがとうございます。